えー、ろゆきさん、こんばんは。私は時間を持て余しているので、YouTube の切り抜きをしようかと考えています。ぜひ尊敬するろゆきさんの動画の切り抜きはしたかったのですが、えー、ちなみに速報といった形で新しい日付の配信を切り抜いて、字幕付き、テーマごとにソースをつけて1日以内配信するというものを、すでに列車を、列動車の方で手かか、手堅く堀江さんの切り抜きに参入しようと思います。ろゆきさん、応援してください。えっと、僕、多分、その、今月で4回か5回で、で、先月3回とかであの、配信ほとんどしてないんですよね。 なので、あの速報をやろうとすると、ネタがないっていうのは多分止まっちゃうと思うので、なので他の人の方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。えー、摂食障害です。たくさんの食べ物を食べることがやめられず、食後に下剤や利尿剤を飲みます。精神活用していますが良くなる気がしません。どうしたら過食から抜け出せるか、アドバイスをお願いします。えっと、まあ、今やってるその利尿剤とか下剤っていうのは、 その接触障害で起こる体の症状を何とかしようって話して、そもそものその接触障害になる理由のなんかストレスだったりとか生活環境だったり、多分そっち側を変えなきゃいけないと思うので、なのでその何らかしらのストレスだったりその生活環境が、なんかあんまりこう、こう、かんばしくないという状況なので、ひとまずなんか旅行に行くとか環境を変えてみた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、北朝鮮による日本人拉致問題についてどう思いますか最小17人の日本人が拉致され、その中の大半がまだ戻れずにいます。えー、多分もう解決不可能ですね。えー、と、あの、元々北朝鮮で、その、拉致問題を解決しようとしたっぽいんですよね。えー、と、その、あ第一次安倍政権の時かなで、その時に北朝鮮としては、あの、もうこの人いませんよ。返すことできませんよっていうのを多分正直に言ったっぽいんですよ。 でもその日本の方の人がそれは受け入れることができないということで返さ北朝鮮側が返さないんだっていうことでその拉致されている日本人が帰ってこないという問題で解決不能になってるんですけど 確か第一世界大戦の時に割とあの調査もしてくださいと返せる人は返せますよっていう状況まで持ってったはずなんですよね。で、正直にあのもうこの人たち亡くなってるんで無理っすよって言ったんだけど、ただ無理っすって言って、で、じゃあ日本がもうなんだ死んじゃったんだ無理なんだって言って納得ができなかったので、 その北朝鮮拉致されてる人がいるってずっと言い続けるっていうことで、逆にその日本で北朝鮮に対して敵対しよう。で、そこでこうなんかタッグを組もうぜ、みたいなところの政治的力の方が割と強くなってしまったので、なので残念ながらその解決というのはもう無理なんじゃないかなと思います。要するにその解決とは何ぞやで、生きている人は帰りたかったら帰る。で、死んでる人は帰らない。これが解決だと思うんですよ。でもその死んでる人を返せって言われたら、 返すの不可能じゃないですか。なので、その、何をもって解決とするかなんですけど、それでもう死んでる人が帰ってくるは不可能なので、多分ずっと北朝鮮拉致問題というのは言われ続けるんじゃないかなと思います。 で結局、北朝鮮としてもその正直にこの人たち死んで返せないよねって言ったにもかかわらず、なんか日本の方はその問題を解決するっていう形にはならないので、なんでもうこの問題で、なんかあの一生懸命協力してもしょうがないよねっていう状況になっちゃったっていうのはあるんじゃないかなと思います。えー、先日、心療内科にて症状を説明した際に、うつ病のね、休職をした方がいいと言われました。給食してもいいいいと思いますかはい えー、今回のうつが一生ものだった場合、生活保護を取りたいるんですが、うつ病というだけで生活保護が受給できるのでしょうかえっと、まず、あの、お医者さんにうつ病だと言われた時点でもう休職してください。あの、要はその、足が折れてるのに走り回る仕事がしたいですって言っても、まず足折れてるの治そうよって話なので、 なんであのもうお医者さんからうつ病ですって言われたら休んだ方がいいですよ。で、多分そのうつ病と言って休んでしまって、で、その後戻ったとしても、その会社に戻れないかもしれないとかっていう不安があるので、なので、そのじゃあうつ病で休むんだったらもう一生分の生活保護が欲しい。そうやって安心したいっていうことで多分僕に1000円払って相談してるんだと思うんですけど、まずうつが一生ものかどうかはわかりません。なので、それで多分その精神科医の人とかにこのうつ一生ものですかって聞いてもわかりませんとしか言われません。なので、 休んでみて、あ、治ったってなるか、これは治らねえっていうのが判明するので、なので、とりあえず休んでみてください。で、その、治らないんだったら別に生活保護取れます。要はあの、その、診断書ずっともらい続けて、で、お医者さんがこの人働けませんよっていう診断書を出してくれれば、もう生活保護は取り放題なので、なので、あの、もしその本当に治らないんだったら生活保護取り放題なので、ひとまず休んでみてください。ただ、現段階では、その一生ものかどうかって判定は誰もできません。 えー、RMT さん2000円コメント書き忘れ。えー、ここ1年ほど修行前に仕事に行けま,ってません、えー。いつも30分から2時間ほど遅刻してしまいます。上司や会社は人手不足のこともあり、きつく言ってくることはありませんが、気晴らしにひよきさんの一番笑える遅刻エピソードを教えてください。でも遅刻のエピソードって別に笑えるものはそんなにないんですよね。なのでなんかその海外旅行の飛行機をなんかあのその乗り過ごしたとか、 あ、えっ、ー、と、なんだっけな何の時やったっけななんか中国かなんかに行くときに、たまたま、そのなんか日中で何らかしらの会合があって、これ昔の配信の時ときに元ちょっと細かい説明してると思うんですけど、もう忘れてたんですけど、なんかその日本の政治家と中国の政治家が、なんか中国でなんかやるみたいな瓶があって、で、それにたまたま乗ろうとしてた僕が、あの、遅刻したせいで、で、その、なんかあの、その、 空港のスタッフの人に、こう、あの、こう、なんか両脇についてもらって、で、パスポートコントロールとかのもなんか優先して通してもらって、で、そのゲートまで走っていくっていうのをやったんですけど、で、そこのなんか政治家の偉い人たちがこれから中国に行くよみたいなところで、その、その飛行機のゲートのろにカメラマンがすげえいっぱいいたんですよ。で、その政治家たちを写真とか多分撮ってね、なんかテレビカメラとかいて、で、ところが飛行機が出発しないと。 で、なんだろうと思って、したら、その、2チャンネル管理人である西村勇樹が遅れてきて、それを待っているっていう状況で、カメラマンと、その人たちも、ひとまず僕を撮影するんだけど、え、中国にあいつ何、な、なんなのこの静止と関係あるのみたいな微妙な、あの、状況になったんですけど、僕一切関係なく、たまたま中国に旅行する予定で、単に遅れただけだったっていうのがありました。はい。 えー、オンラインゲームアカウントを売買するサイトを作りたいと考えてます。アカウント売買の RMT はグレーな領域らしいのですが、運営するのは危険でしょうかまた手数料以外で他者と差別化できそうなあったら嬉しい機能ないでおください。 えっと、まあ、あの、グレーっていうのが、その、刑法に触れるかと、どうかというので言えばグレーです。ただ、基本的にその、じゃあ、ファイナルファンタジー14という会社が、その、アカウントの売買を許可してますかはいか家で行くといい家です。なので、その、ゲーム上の規約で言うとアウトです。なので、それをアウトと呼ぶかグレーと呼ぶかの判断はあなた次第なんですけど、で、僕だったら絶対やらないなっていうのが、まあ、例えばじゃあ、その、僕がアカウントを売って、ひげおやじさんが買うという状況があったとするじゃないですか。 で、僕がアカウントを売るというので、ひげおやりさんが、じゃあそのアカウント代10万円を払いました。で、払った後に、その FF14 の方が規約変更なり、もしくはそのアカウント版なりして、僕のアカウントがひげおやリさんに渡すことができなくなりました。その場合、10万円をひげおやリさんが払ったにもからず、そのアカウントをひげおやリさん、僕のね、アカウントをひげおやリさんに渡すことができないので、 で、そのクレームっていうのは、その RMT のそのアカウント売買するサイトの方にクレームは行くことになるんですよ。で、そうすると、サイトの方で、じゃあその10万円返金するみたいになると思うんですけど、ただ、じゃあ10万円のものを10万円で買ったから10万円で返金すればいいのかというと、結構そういうものでもなくて、例えばそのゲーム内のそのなんか武器とかって、日によって価格が下がるんですよね。 要はその、一週間前だったら、その超価値のあるやつが、もう暴落して下がったりみたいなことがあるので、で、そういうクレームが来ましたっていう時に、今度多分、ひげわりさんは、サイトじゃなくて、クレジットカード会社の方にクレームを入れるんですよ。要はその、アカウントを手渡すというのに手渡さないし、で、実際その時に本当に手に入ってたら、10万円で買ったものが20万円分の価値があったかもしれないのに、手渡さなかったから、俺は損をした、みたいになると、クレジットカード会社の方から、その、じゃあその、 そのクレジットカードの決済っていうのをキャンセルにしますねっていう形で、キャンセル、10万円分がキャンセルになって、で、その後10万円のキャンセルに対してチャージバックっていう手数料を払わなければいけないっていうサイトの方がなるんですよ。で、チャージバックを払わなきゃいけない決済っていうのが月に何件とか来ると、もうお前のところクレーム多いからクレジットカード決済できなくするわっていうので、ンになります。 っていうのがあるので、ビジネスとして長続きしないと思うので、その違法にやりたいのであれば、ブロックチェーンとか使ってやるっていう手はありますけど、結局そういう、あの、いや、ちゃんと受け渡しができるかどうかっていうと、あと詐欺師を相手にして金稼げなきゃいけなくなるので、なのでそのブランド価値がどんどん出てきて、安心感があって売り上げが毎年毎年上がっていくとかっていうものではなくて、ちょっと儲けられるかもしれないけど、1、2年でやっぱり優れるよね、みたいなもん、そのサイトになるんじゃないかなと思います。あれこっちか。 コップがあるからコップで飲みなさい、えー。来年から n i s の枠が拡大されますが、全世界インデックス投資以外にひろゆきさんがおすすめの投資先はありますか？えっとひふみ投信で買って僕200%ぐらいになってるかな？なので一応その投信でも。 日本国内でも頑張ってるのはあるんですけど、ただ、それは僕が買ったタイミングで、ひふみ投信が上がっただけで、今から買ったら、じゃあ、その、2倍になるかっていうと、ならないと思うんですよ。まあ、なる可能性もありますよね。なので、その、基本的には何が上がるかどうかわからないんだけど、ひふみんじゃないです。ひふみんは、あの、加藤さんっていう、あの、将棋を指すおじさん、おじいさんなんですけど、あの、ひふみ投信っていう、あの、日本の銀行でも、もう今、地方銀行とかでも売ってると思うんですけど、割とあの、有名な、 大きいそのあの日本の投資会社ががやってるるところがあるんですけどなのでただ国内でやってるのでちょっとこの先国内どうなのみたいなところもあったりするのでなのでその基本的にはそのどれが当たるかわからないから全世界インデックスとかアメリカのインデックスとかを買ってるのが無難なんじゃないかなと思います SP500 とか、えー。初めまして30歳男性です。昨年年収アップを目的に転職サイトに登録していたところ同じ業界から。 ええとね、シャポンも適に転職サイトに登録したところ、同じ業界各クレジットカードからオファーが届き、年収も約1.5倍、700万ほど上がるため、そのまま中途入社しました。採用面接では少し誇張した部分もあったことから、入社から数ヶ月経ち、徐々に自分が無能であることがバレ始めました。人間関係うまくいってますが、このまま仕事を続けていけるか不安です。今後どのように立ち回ればいいかアドバイスを上げますでしょうかその、自分が無能であるという自覚してるんだったら、そのまま頑張れゃいいんじゃないですか会社として困るのは、あの、無能の自覚のない無能なんですよね。 なので、ある程度無能の自覚のある人であれば、じゃあまあ、これは、あの、成果上げてないんだから、ここは努力してよ、とかっていう貸し借りができるんですけど、無能であることの自覚がないスタッフとかの場合って、いやいや、お前成果上げてないんだから、これぐらいやれよ、みたいなのを断ってきたりするんですよね。それなんか貸し借りも聞かねえんだったら、もうこいつと関わんの嫌だな、早くやめねえかな、こいつ、みたいなので嫌がらせ、とかって始まるんですけど、まあ、人間関係もうまくいってるっていうのであれば、今まで通り普通に頑張って、まあ、あの、多少成果上げるように努力すればいいんじゃないかなと思いますけど。 はい。ビールの成分にアレルギーがあるのかなが多分正解で、僕、割とそのなんか小麦粉的なの,ののアレルギーの可能性あるんですよね。なんかあの、このビールを飲みながら配信をするようになってから気づいたんですけど、他のアルコールだとあんまならないんですよね。 えー、初スパチャ失礼しますエフラン大学から自動車メーカー営業職に運よく就職したものです上司からのパワハラで休職中ですが今後は不安です家庭もあるので転職したくないのですが転職した方が良いでしょうかちなみに録音したものを弁護士に相談すると労災までにはならないとのことでしたであれば今から居続ければいいんじゃないですか で、別に居続けて、多分戻ると、あの、パワハラって、要はその、あなたにやめてほしいからやってるんだと思うんですよね。で、そうすると、やめないと、どんどんパワハラエスカレートしていくと思うんですよ。で、ある一定段階でエスカレートして、これはさすがにその、労働基準監督署だとから、あの、労災に引っかかるよねっていうところになると、そっからじゃあ、労基入れてとか、裁判スタートっていう形で、一生分お金を取るっていうのができると思うので、なので、あの、とりあえず、その、今、休職してるのを元に戻って、こう、パワハラがエスカレートするのを待つっていう。 なので、なんか嫌がらせをされると、ウキウキしてお得な気分になれるっていう、そういう生活をするといいんじゃないかなと思います。確か、テレビだと、5秒間無音だと放送事故とかだと思うんですけど、なので今大体放送事故ですね。あれラジオだっけテレビはいいんだっけラジオが5秒で、テレビはなんか映像が動いてれば無音でもいいとかだっけ えー、いつも楽しく拝見させていただいております。私は大手小売業で働いております。高齢化の影響もあり、過疎地などに移動販売を行う業務に携わっております。地域のおばちゃんに買い物支援を行うことは利用者様からも感謝をされ、人を助ける仕事としては素晴らしい業務だと思います。しかし、ようなことして考えた場合、移動販売が事業として中常駐化するのはいかがなものかと疑問を感じております。廣瀬さん、どう思いますか。えっと、なんで移動販売の常駐化が良くないのかが、僕は分かりませんでした。 あの、なんか変に店舗を抱えて、で、そこの家賃を払うよりも、あの、移動販売の方が、結果としてコスパがいいから、利益率も高いから、全然幸せだよね、っていうパターンもあると思うので、その、移動販売自体が良くないものであるというふうに考える理由が僕はちょっとわかりません。なんだろうな。えっ、ー、と、その、まあ、えっ、ー、と、移動販売みたいな形じゃなくて、その地域自体が、じゃあもう人がいなくなって、そのマイクロ、 コンパクトシティみたいな形でこう、みんなが集まって、そこに店舗があった方が効率がいいよねという、その、あの、都市計画の話であれば確かにそうなんですけど、ただ現実問題、そこまで一気に動くわけでもなくて、コンパクトシティに移動しなきゃいけないよね、の前段階に多分その店舗が潰れてるけど、人はそこそこいるっていう状態になってるんですよね。で、あの、その人はそこそこいるんだけど、店舗がないよねっていうところで移動販売でいて、で、そのうちガスが止まりますとか、電気が止まりますとか、 なんかあの三人組の強盗が来て襲われますみたいになって、もうここでバラバラで暮らしてるのはまずいよね、という状態になって、ようやくじゃあみんなでコンパクトシティみたいなところに移動して、そこで生活した方がいいよねってなるので、なので移動販売自体っていうのが永遠に続くことではなくて、そのこの地域は移動販売だけど、そのうち人がいなくなるよね、だからやめますみたいなのもあると思うので、なのでその永遠に移動販売を同じところでやるんだったら、それは店作ればいいよねって話なので、なのであの、その移動販売自体がなくなるということはないんですけど、ただ移動販売を同じ場所でやってる場合、 続くかっていうと続かないんじゃないかなという話なんじゃないかなと思うんですけど、えー、27歳男3歳上の女性と付き合ってるのですが1年と4ヶ月ほど経ちましたが好きと言ったり手をつないだりキスやそれ以上を求めたりそれ以上は B くらいが1回するのがいつも自分からで苦しいですそんなものなんですかねこの後電話で話し合おうと思ってます別にいいんじゃないですかあのそのそ まあ、あなたがもっとやりたいことがあるんだったら、やりたいことがあるとちゃんと伝えればいいと思うんですけど、別にあのそういうことに興味がないっていう人もいっぱいいるので、なので、嫌いとかそういう話ではなくて、単純にそういうことにあまり興味がないっていう性格の問題なんじゃないかなと、ただ別にあなたがこういうことしたいですっていうのがあれば、それは授業をちゃんと伝えればいいんじゃないかなと思いますけども、なんか、言わないで分かってもらいたいみたいなのって、大体失敗するので、要求がある場合はちゃんと伝えるっていうのはやったほうがいいと思いますよ。 えー、初スパチャです。25歳、看護師4年目です。将来美容系のクリニックで勤務をしてみたいなと思っています。しかし今働いている集中治療室は人間関係も良好で年収も150万ほどで満足しています。美容クリニックでの話を聞くと女の職場といった雰囲気で給与も下がる傾向にあります。えー、もし転職するなら出産育児をする前の時期、過去20代の今のうちがいいのかなと考えていますが、落ち着いているのでこぶしてほしいです。まあ、確かにあの美容系だと30過ぎて、で多分女性だと思うんですけど、 あの30過ぎると、なかなか雇われづらくなるし、あの給料も別に上がらないので、20代のうちだけ美容クリニックに行って、でその後また集中治療室、ICU に戻るというのも全然あると思います。なので、あのいい転職先あるんだったら、早めに行っちゃえばいいんじゃないかなと思うんですけど。の多分日本はその看護師足りないっていうのはずっと続いていくと思うので、なので、美容クリニックでそんなに給料もらえないよねってなったら、じゃあ、普通の病院行って行きたいって言えば、多分普通に求人あると思うのでなので。 あのその20代のうちに大金もらうっていうのはありなんじゃないかなと思います。あのえーとね、港区の歯科衛生で月 50万の求人別にあの、誰でもいいから50万じゃないと思うんですよ。多分その見栄えのいい歯科衛生士とかに限定されるんだと思うんですけど、ただ少なくとも、その歯科衛生士の資格を持っている、それ確か女性限定だったんですけど、女の人は、あの、月給50万円の仕事があるっていう状況なんですよ。だから美容系とかそういうところって、あの、無駄にすげえ高い金額が出る場合が20代のうちはあるんですよ。なので、あの、そこら辺早めにいるっていうのはありなんじゃないかなと思います。はい。 えもし今2ちゃんが手元にあったらどのように運営していますかひろゆきさんなりエリカに不るよりも面白くなりそうな方に焦点化しそうかなと予想しています。まあでもニコニコ動画とかもんちゃんもそうなんですけど、まあ4ちゃんもそうなんですけど、あの、基本的に僕、あの、放置するんですよね、サイト。要その、あの、ユーザーがそのなんかあの、集まって作り上げてるっていうのって、別にあの、何か方向性を決めて触る必要はあんまりないと思ってて、 例えばじゃあその Twitter というサービスってあのアメリカの会社がやっててイーロン・マスクっていう人が CEO なんですけどであのユーザーの利用時間あたりで比較すると世界で一番使ってるのは日本人なんですよ人数でいくとアメリカ人の方が多いんですけど1ユーザーあたりのユーザー利用時間で足していくと実は日本人の方が多く使ってるので Twitter を一番使ってる人は誰ですかっていうと日本人なんですよでじゃあイーロン・マスクが日本人に対して ツイッターをこうやって使うべきだよねとか、こうするべきだよねって言ってるかっていうと、別に言ってないんですよ。で、ただ、そのじゃあちょっと前まで、そのツイッターの日本支社の人たちが、勝手にいろいろ方針を決めてやってた面があるんですよね。その、こういうニュースを取り上げた方がいいよねっていうので、その内部のスタッフの人たちが勝手にそのなんか表示されやすくするとか、こういうニュースは表示されやすくしようとか、こういうニュースは表示しないようにしようみたいなのをやってたんですよ。 で、それがそのなんかあの、日本のそのなんかあの、言論界のためであるとか、社会のためであるとかってまあ大義名分があったと思うんですけど、で、そこら辺の人たちっていうのが世界中一気にいなくなったんですよ。もう別にあの、コンテンツに干渉するやついらないよね。全員首っていうのをイーロンマスクが言って、で、そのいろんなコンテンツの干渉っていうのがなくなったんですけど、その結果、日本のその Twitter ユーザーは Twitter の利用率が下がりましたかっていうと変わってないんですよ。 なんか結果として、そのコンテンツをコントロールしようとする人たちっていうのは、いようがいまいま関係なかったんですよね。っていうのがあって、なのでそこにコストをかけてしまうっていうのは、本当にただの無駄だったんですよ。まあ多少は、なんかその、良かったんじゃないかみたいなこと言ってる人いるんですけど、まあ基本的にはそのユーザーの利用時間、どれくらいのユーザーが使ってるかっていう点でいくと、無意味な金の使い方だったんですよ。 っていうその無意味な金の使い方をすると、まああの、儲かってる会社だったりんですけど、儲かってない会社の場合って、そのコストが絡んで赤字が膨らんで、で、会社が立ち行かなくなるっていう場合もあるので、ちなみにツイッターも赤字が結構あって大変なんですけど、なのでその、いかにコストを下げて、ユーザーがやりたいことをやりたいようにやるかっていう形で運営した方が結果としてうまくいくっていうのは今のところコミュニティ大体そうなので、なので僕はあんまりその、触らないという方向になるんじゃないかなと思います。 えー、まずはじめに発達障害のことを差別しているわけではありません。ADHD 疑いとチック症を持っている彼との結婚について、両親以外からの冷静な意見を聞かせていただきたいです。性格はとても合う彼ですが、遺伝と離婚率の高さのことを考えて、両親に断反対されて、結婚しても子供を産むなと言われています。彼が大好きで結婚したいのですが、私も正直子供への遺伝が不安です。どちらも遺伝の要素がある障,障害ですが、この結婚はうまくいかないでしょうかえっと、うまくいかないと思ってればうまくいません。えっとね、日本 確か離婚率50なんですよ。なので、結婚したそのなんかあの、離婚率の高さっていうのでいくと、半分の人は離婚するんだから結婚してもしょうがないよねっていうことになっちゃうんですよ。で、あの、今恋愛結婚されてると思うんですけど、あの恋愛結婚してる人とお見合い結婚してる人で、お見合い結婚の方が離婚率低いんですよ。 なので、統計で考えるのであれば、恋愛結婚なんかするな。未婚、あの、お見合い結婚した方が離婚しないぞっていう話なんですよ。で、これはただ、統計の話で、その、離婚するかどうか、結婚後に楽しく幸せに生活ができるかどうかは、本人次第の問題なんですよ。 要はその赤の他人が、そのなんか日本では今80、50万人ぐらいが結婚するんだっけな ?50 万組が結婚してると思うんですけど、50万組の人たちがこういう生活をしていますというだけで、私とあなたがどういう生活をするかというのは全く関係ない話なんですよ。 で、その ADHD がどのレベルかっていうのなんですけど、あの、普通に働けるレベルの ADHD であれば、僕は何の問題もないと思うんですよね。で、僕、あの、医者の診断を受けたことはないんですけど、多分 ADHD 的な何かだと思うんですよ。あの、多動症であるとか、注意欠陥障害であるとか。 その中学生の時とかに、あの廊下の間をこう遅刻した時にこう、ガラガラガラってドア開けて歩いてって自分の机のに残り行くんですけど、だいたい僕机にね、バッタンバッタぶつかって歩くんですよ。自分でもなぜだかわかんないですけど。で、そのなんか、そう遅刻してきて、なんか机にバタバタぶつかって音を立ててるっていうので、あの西村くんよく怒られてたんですけど、でも結果として僕は割と今幸せに暮らしてるので、で、堀江さんが多動症で、多動なんか、多動の本とか出してるんですけど、 っていうので、別になんか、それが何か問題あるのかっていうと、そんなに問題ないんですよね。で、じゃあ、ADHD じゃない人で、問題のある人っていっぱいいるじゃないですか。要は、あの、アル中ですとか、そのなんか、ギャンブルにハマってますとか、そっていう人の中で、ADHD じゃない人のが多いんですよ。まあ、一般のね、特に何の症状もない、あの、健常者と言われる人の方が多いんですけど、なので別になんかその、どういう障害があるかっていうのはあんま関係ないと僕は思うんですけどね。 ただ、で、結婚するのはあなたで、その両親が何を言うかっていうのは、まあ、えっ、ー、と、16歳とかであれば、今、親の了,了承がないと結婚できないはずですけど、18歳であれば結婚するというのは自分たちだけで決められるので、なので、もう自分がこの人と結婚したら幸せになれると思っていれば、それでいいんじゃないかなと思いますけどな。あと、あの、孫ができたら絶対会いたいっていうんで、あの、さっさと孫を作っちゃえば、あの、親の意見は簡単に、あの、くるっとひっくり返るので、さっさと子供を作っちゃってください。 えー、もしユカさんが不治の病にかかり、私が死んだ後いい人が現れたら再婚してねと言って亡くなったら、ヒルユクさんは再婚に前向きになれますか死ぬ年齢によりますね。なんか90歳とかで、あの、再婚しようとは多分思わないんで。なんでいつ死ぬかだと思うんですけど、はい。なので、あの、死ぬ時期によるっていう。 えー、オーストラリアに移住することにしました。えー、現地の IT 企業に年収900万でビザサポーターりで雇われました。今年3中なのでオーストラリアで永住権を取ろうと思います。7年後とかに帰ってこようか、そのままオーストラリアにいよか、どちらがいいと思いますか ?7 年後に決めてください <laughs>。あの、僕、その、なんかあの、Twitter で、その、えっ、ー、と、55万人かななんか今、日本で永住権を持って、あの、住んでる人がいますっていうのを、まあ、ニュースを書いたんですよね。 で、あの、まあ、これが、永住権って、まあ、アメリカとかだと、やっぱりあの、10年ぐらい住まないといけないとかっていうのがあったりして、なので、あの、永住権って取るために何年かかがあるんで、まあ、多分、その、10年前ぐらいから永住権取ろうとした人たちっていうのが、まあ、今取れていて、それが55万人ってことだと思うんですけど、で、その、永住権を取るというのは、別にその、あの、日本脱出とか日本を捨てるとかとは、僕また違うことだと思ってるんですよね。 例えば、じゃあ、えっと、南海トラフ地震があります。だから、その、じゃあ、その、それが来そうな和歌山県とかに住むのはまずいよねと。ただでも和歌山県にはなんか仕事がありますと。で、それだったら、じゃあ、和歌山と新潟のなんか二拠点生活をしといて、で、和歌山で何かあったとしても、もうさっさと新潟に行っちゃえっていうのができれば、別に何の問題もないと思うんですよ。で、あの、福島のその東日本震災があった頃に、そうなんか東京って、 で、まあ、そのいろんな災害とかが被災する可能性もあるから、東京以外のところにも家あった方がいいよねっていうので、二拠点生活してる人とかって結構増えてるんですよね。で、リモートも割と増えてきたので、なんか、っていう感じで、その、自分の居場所というのがもう一個ぐらいあった方が安全だよねという話で、で、多分7年後に、オーストラリアが安全なのか、日本が安全なのかで、もしくはどっちが楽しいのか、どっちが幸せなのかっていうので、別にいつでも選べる状態にするということが大事だと思うんですよ。 で、7年後はオーストラリアでがのがいいなってなるかもしれないけど、15年後はやっぱり日本だよねってなるかもしれないし、その選択肢を持てるということが大事で、別にそのどちらかを選ぶという話ではないんじゃないかなと僕は思ってます。 えー、事務系の会社で管理職をしています。全く仕事ができない部下がいます。辞めさせようといろいろやってますが、バカすぎてこっちの意図を理解してくれず辞めてくれません。どうすれば辞めさせられますでしょうかえっと、すごく、あの、やりづらい、あの、めんどくさい仕事を頼んで、んで、ミスがあった場合に、そのミスがありましたよねっていうので、あの、叱責をするなり、解雇をするなりして、で、あの、勤務規定の中で、こう何個ペナルティが溜まったら、その、あの、解雇にするみたいなのが、 多分作ってあると思うんですよね、普通の会社って。なのでそこのペナルティをずっと貯めていくっていうので、で、言及をするとかっていうので、行くと、この会社面白くもないし、給料も下がるから、そんなになんか居続けてもしょうがないよねって多分なると思うんですよね。で、転職を促すっていう形もありなんじゃないかなと思います。えっと、自動施設に PC ありがとうございました。そこから里子が来まして、シェルターの役割が果たせています。感謝のこちらです。あ、それはそれは、お疲れ様です。 <laughs> えー、里子を受け付けたあの佐藤子というか里親をやってらっしゃるんですね。えー、あのなんか別に3200円も僕に払わないでその子に払っていただければいいんじゃないかなと思いました。 えー、進路で悩んでいます。今の志望校は僕の学力なら余裕の国立です。理由は数少ない友達に誘われたのと、僕は人見知りコミュョで、大学では改善したいので、知っている友達がいた方が良いと思うからです。友達がその大学に落ちる確率はかなり低いです。しかし、周りのその大学の偏差値帯の人を見ると、正直レベルが低いと感じます。また僕も特技もやりたいことがないくらいで、学歴くらい欲しいです。親には1年なら浪人に入されています。仮面浪人以外だとどうするのが良いでしょうか えっと、行きたい、その友達とは全く関係なく、行きたいレベルの高い大学に行った方がいいと思います。あの、えっと、多分、まあ、もともと公立とかだと思うんですけど、あの、えっと、頭の良い人としか話が合わない人って結構いらっしゃるんですよ。要はその公立のヤンキーとかとは話が合わないよね、と。 でただ大学に行って自分の興味がある専門があって、その専門に関しての話題だったら話が合うよねっていう人がいるんですよね。例えばそのコミュショとかで友達いないよねっていう人で、でもアニメの話は好きだからアニメ友達と話しするのは大好き。で、これってコミュショじゃなくて、単にアニメの話がしたい。 でも別に、あの、車の話はしたくないって話だと思うんですよね。マイルドヤンキーの人だと、なんか、あの、車の話題をしたがるんですけど、いや別に車とか興味ねえし、みたいな。バイクとか原作とか興味ねえしっていう。ただアニメの話がしたいと。で、じゃあその専門とかに行って、じゃあその、なんかあの、天文系の天文学の専門に行きましたと。で、そこで星とか宇宙の話するの大好きだよねって人であれば、それはそこで研究してる人たちとかで、めちゃめちゃ話があって楽しいよねってなるんですよ。 でも、ただ、その、今の友達に合わせて、自分がそんなに興味がないところに行ってしまうと、その友達と、その、なんか、話するのは楽しいかもしれないけど、学校の勉強自体、大学の勉強自体はそんなに面白くないよねってなってしまうと、結果として、その、あの、自分がやりたいこともやれないし、なんだかよくわかんないまま大学卒業になっちゃうと思うんですよね。で、このコミュ障が多分治らないとすると、その、理系の学部に行ってない場合、就職結構難しくなると思うんですよ。 要はその文系に行っているにもかかわらず、コミュニティ力が低いとなると、まあ営業もできねえし、その管理職にも向いてないから、これ取ってもしょうがないよねってなっちゃうと思うので、なので理系のところに進学して自分の好きな興味のあるところに行くっていうのでいいんじゃないかなと思うんですけど。で、あの別にあのリアルで友達会わなかったとしても、あの電話とかつなげっぱなしにすればいいだけなんですよね。あのその、 えっと、僕がドワンゴっていう会社で働いてた時に、そのなんか家に帰ると友達と回線つなぎっぱなしの人っていうのがいたんですよね。要はその、その当時は PHS っていうのがあって、あのまあ無料でつなげられたんですけど、今と別に LINE 通話とかスカイプでもいいんですけど、要は家帰ったらお互いに通話つなげっぱなしにして、で別にゲームしたりとか、で話しかけると相手も聞いてるみたいな、そういう状態で暮らしてるっていう人がいて、別に仲いいんだったらそれでいいと思うんですよね。別にリアルで会わなくても会話はできるので。 で、顔を見たかったら別にビデオ通話に変えればいいんじゃないかなと思いますけど。えー、最近、ガーシー君の悪行や懲罰で、えー、世間にお野党が騒いでるようですが、何もしなくても収入が得られるおかしなシステムや、使われる税金の実態を表沙汰にした部分は面白いと感じました。悪行や顔はムカつくので罰を開けろと思っています。もし、召集や辞職勧告を無視して続けて、一切帰らない状態が続いた場合、政府は時間経過と,と共に放置するのか、議員が有利になるように立ち上げた悪 国用ルールがもたらした原因を反省して見直しを行って変更するのでしょうかえー、など逃げ続けた結果どうなるのか個人的に気になるところですがどう見てますかえっと、まず逃げ続けるが、その日本に帰ってこないで逃げ続けるの場合だと、多分時間の問題でパスポートが停止されて、で、ドバイから出れなくなりましたっていうので、で、多分ドバイの方にあの犯罪者引き渡しかなんかで、あのドバイの警察に捕まって日本に引き渡しっていうパターンにならないのか犯罪者引き渡しないんだっけ、ドバイって。 アラブ首国連邦。なので、じゃあ、あの、ドバイから一生出れないんですけど、で、多分、そのパ、あ、そか、ドバイ、パスポートとかドバイから出れないから、ドバイの国籍を取るか、他の国の人と結婚して、で、そこでパスポートを、でも結婚して、その国に移動しないでパスポートを発行するは多分できないと思うので、一生ドバイに住み続けるっていうパターンかな。 で、それが日本に帰ってきて、逮捕されるか、もしくはその、あの、被害届を出した人、全員と示談をして、あの、刑事事件をなくすっていう。あ <laughs>、もしくはあの、空港で暮らすっていう、あの、ターミナルっていう映画と同じパターンもありますけど、っていうのなので、まあ、逃げ続けた結果は、多分その、ドバイで一生暮らすか、もしくは、あの、日本に帰ってきて、 えっと、その、あの、示談はし続けるっていうパターンのどっちかなのかなっていう気がしますけど。で、あの、一応議員を弾劾して辞めさせるということは可能なんですけど、まあ、ただ別に参議院そこまでやってもしょうがないよねっていうので多分やらないんじゃないかなという気がしますけど、ただ逆に日本に帰ってきて逮捕されるとしたら、ひょっとしたら、あの、ぎ、なんか、あの、議員辞めさせろっていう形で議決をする可能性もあるんじゃないかなと思います。 で僕が多分一番面白いなと思ってるパターンはあの離党してから議員を辞めるっていうパターンですね。要はその,あ,のああいった形でガーシーさんのような人を当選させてしまうっていうのは要はその,あの、えっと、ガーシーさんに投票した人自体はなんか30万人ぐらいなんですよ。 で、でもあの NHK 党自体がそのあのに比例代表で100万票ぐらい打ってしまったので結果としてガーシーさんがまあ議員になってしまいましたっていう状態なんですよね。なのでその投票数でいくと別にあの乙武さんとそんなに変わらないんですよね。 っていうのがあって、要はその、目立つ人っていうのを大量に集めて、いろんな目立つ人を集めて、そこで比例代表制で票を取って、結果として誰かが受かるよねっていう、その、あの、選挙ハック自体を NHK 党がやったんですけど、で、それでじゃあガーシーさんが辞めたとしても、比例代表なので、NHK 党の誰かが議員になるんですよ。なので、あの、ガーシーみたいな人がバンバン出馬して政治家になっちゃうのは良くないよねっていうのであれば、多分、示談の条件として、ガーシーさんに、 その、えっ、ー、と、離党してから辞職してくださいっていう形にすると、離党して辞職した場合は、その席が NHK 党にならないんですよね。例えば、その、まあ、あの、比例で受かっとして、他の党に行っちゃった場合って、それは他の党に行っちゃった人なので、なので、その、多分辞めた場合って、宙に行くのかな再選なのかな なので、あの、示談条件として離党するっていうのをやると、今後こういった形で、その、なんか、あの、迷惑をかけて話題になることで、その、あの議席を取るっていう行為っていうのができなくなるので、なので、あの、離席を進めるっていうので、示談をする人がいいんじゃないかなと思います。えっと、ひろゆきさんのアノニマスの仮面に似てる気がする。あの、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、バンフババンバンヴォー・ベンデッタなんだっけ。 なんかあのが、ガイスピアーズじゃなくて、いろいろ名前知ったんですけど、あの、イギリスで革命を起こそうとして、そのお城の下に爆薬をめちゃめちゃ、えー、埋めて、その城ごとぶっ飛ばそうとした人が、あの、捕まったっていうのがあったよで、ね、その人の仮面がそのなんか,かく、あの、革命の象徴、ガイフォークスとして使われてるっていうのがあるんですけど、なんかそれにあの、顔の構造が似てるとたまに言われるんですけど、ただ僕、喫水のアジア人なんですよね。 これで非表示を押すと消える。ああ、これ複数押すとんだろう。100万人の大移動。あ、あ、連続して押すとこう上書きされるのね。はいはいはい。ことよろ、はい、明けましておめでとうございます。明けおめことよろです。えっ、ー、と、配信のテストが8分後あ、これなんかは、あの、配信時間を超えると勝手に10分延長されてるみたいですね。はい。すいません、ちょっとあの、でも性格は白人っぽい。えっ、ー、と、そのなんかあの、 議論がやたら好きで細かいことにこだわり続けるとかは、あの、すごいフランスの人と性格は似てるのかなとは思いましたけど、でも僕、あの、喫水なアジア人なので、はい。なので、あの、人種の問題ではないんじゃないかなと思いますけども、はい。 えー、とある未来を討ちできる人が広人様の側近になろうとしています。その人が言うには彼には力があるらしく、次の天皇に広人様になる時にすべ日本の全てをリセットするらしく、日本のトップが広人様になるらしいです。法律家の学校から何から生ままにリセットされてメリットあると思いますか私はそんな未来嫌なんですけど、うん、無理じゃないですかね。あの別になんか誰か一人のものすごい力があったとしても、あの、まずその国会を通して憲法改正っていうのをやらなきゃいけないので、 で、そうすると、その、あの、日本国籍のある人しか残念ながら、あの、総理大臣になれないんですよね。で、あの、天皇家の人って戸籍がないので、基本的に日本人としての、あの、その、非選挙権を持ってないんですよね。なので、皇室天板あたりから変えなきゃいけないので、なので、あの、なんか、超能力があって、すごい強いですっていう人だったとしても、あの、別に法律が変えられるわけではないっていう。えー、ジャルジャルさんとの動画でね、このあたり、藤クさんを拝めて、本当に最高でした。ありがとうございました。いい。 えー、タオルメーカーによります。今後どうなりますかどういった会社が残りますかまあ、あの、今はりのタオルとかが割と有名だったんですけど、あんまり入れなくなっちゃった方が、ね、コスプレの街になっちゃったみたいなのもあったりするんですけど、基本的には外国の人が作れる質のものしか作れないのであれば、日本国内で作るっていうのは厳しくなると思うので、 なんか超高級素材とかブランド品の方向に行くしかないと思うんですよね。ノベルティーとかだったりの。なので、そのなんか、じゃ例えばそのアニメキャラのタオルです、みたいなので、100枚限定ですごく質のいいやつを作るみたいな。っていう感じで、その、あの、少数で高いっていう方向でやらないと難しいんじゃないかなと思います。なんか、ちょっと、あの、うまくいきそうなので、あの、スパチャーしてもらってますけど、あのすいません、こっち、あの、こっちの放送は、し、響きます。 なので、あの、えっ、ー、と、上、上の、あの、概要欄に書いてある方に移動していただけると。えっと、説明がい手で人を見ることが苦手で夜の間にポンコツで物のを私はどうすれば主任の右上でなることができますかご教授いただければ幸いです。えっ、ー、と、だ、上司が、またそのなんか主任の右上になるかどうか決めるのであれば、その上司に直接聞いた方がいいと思います。<laughs> あの、どういう仕事をされていて、どういうスキルがあるのかが全くわからないので、赤の他人である僕がアドバイスするのはちょっと難しいかなと。 えー、2000年生まれの私にはマジで誰状態なんですが、森高千里さんは年末や大きい歌番組だと必ず出てくる方なんですかえっと、あの、日経テルト大学でご一緒させていただいた方は、森下千里さんという人であの、アイドル歌手の森高千里さんとは違う人です。はい。なんで、あの、グラビアアイドルだったかな実は僕あんま詳しくないですよね。テレビそんなに見ないんで。 えー、柴田さんの八百長疑惑問題について、LINE のスクショは熱動だとか、そもそも切る方が問題だとか、いろいろな意見がありますが、ヒロキさん的に l i n で八百長は普段からあると思いますか、まあ、あれを八百長と呼ぶかどうかですよね。そのなんか、1ラウンド目ぐらいは抑えめでいって、で、あの次からやりましょうよって言って、うん、言ったものの1ラウンド目いきなり本気みたいな。なんかそのマラソンとかでも、なんかあの、みんなちょっとゆっくり一緒に走ろうよみたいなこと言っといて、いきなりスタートダッシュみたいな人っていると思うんですよね。なので、別になんかその、 あの、八百長とかルール違反というわけではなく、モラルのない人だよねっていうレベルの話だと思うんですよね。要はその、あの、法律違反とかルール違反ではなく、その人と人としての約束を守らなかったっていうタイプなので、ただ別に柴田さんもともと別に貧困法制のタイプの人でもないので、まあそんな人だよねっていうので、柴田さんダメージないと思うんですよね。 えー、大学生で家庭教師で英語日本書を教えています。日本史偏差値八80、自分が受験生時代に使用していた膨大な知識をまとめた日本史書のノートを計100ページプリントにして生徒に教材と出し,します。教え子も何巻大の日本史や共通テストで9割取れたり、ある程度そのプリントにも実績あります、えー。このプリントを無料教材としてネット上に公開して少しでもいいのでアフリートでお金を稼いでいきたいです。えー、アメブロとか載せるか、ホームページを作って載せるかアドバイスをいただきたいです。 えっと、そこまでシステムに詳しくないのであれば、多分ブログサイトを使った方が SEO 対策しやすいので、なのでホームページ1から作るよりはブログの方があのアクセス数が増えるんじゃないかなと思います。フランスはコロナ感染者が爆発してますが大丈夫ですかえっと、大晦日の昼間にあの遊園地みたいなところをちょっと僕があの30分ぐらい歩いた動画があるので見てもらえばわかると思うんですけど、あの何事もなく普通に暮らしてます。あの1日20万人ぐらい。 あの今コロナに感染している人がいてで、えっ、ー、とデルタが確か30%ぐらいでなので、6割ぐらいがもうオミクロになったっぽいんですよね。なんかそんな感じであの感染めっちゃ増えてるんですけど。なのであの政府は何とかしなきゃって言ってるけど、あの国民的にはなんかあんま気にせず普通の生活をしてるって感じですね。 えー、先日クリスマスが終わり、今日本は正月休みです。個人的にクリスマスに誕生日でもないのにケーキやチキンを食べたり、携帯電話を給収している時代に年賀状を出すといった変な風習をやめるべきだと思いますが、色ろさん頑張りますか、まあ、やりたい人はやりたいように好きにやればいいんじゃないかなと思います。僕は別にその,あのお年玉あげないし、例えばそのなんか年賀状とかも送らないんですけど、ただやりたい人がやるんだったら全然いいと思いますよ。あの送られてきたら受け取りますし。あの伝統とか風習とかは別に効率ではなくて、あくまでそのなんか あの、こういうきたりだよねっていうもので、で、それ自体は別になんか、残したい人は残せばいいと思うんですよね。例えば、鯉のぼりとかって、あの、何の意味もないじゃないですか。その、なんか魚の形の筒状のものを棒にぶら下げて風で流すっていう、あれが、それをやったことでじゃあ子供が健康になるのかとか、子供の学力が上がるのかって言ったら、まあ、嘘ですよ。ただなんか、 そういう伝統的なものが日本は昔からあって、んでなんかそれに従ってる人もいるよねっていうので、なんかやりたい人がやればいいし、別になんかそれ意味ないよって言っても、あのみんな知ってると思います。意味がないって。あのサンタさんがいないっていうのと一緒だと思います。えー、転勤で自腹を切らす会社ってどうなのロドキチュン監督署に行くとそこら辺あのちゃんと給料で出せて出てくると思います。 一年前、バイト先で好きな人がいたのですが、バイト仲間に煽られ、好きな人を食事に誘ってしまい、断られて無視されるようになりました、えー。彼女に謝罪しても無言でした。僕は彼女は僕に興味などなく、友人として見ており、食事に断られることがどこかで分かっており、彼女には自分を見てほしいと思い、彼女を傷つける目的で誘ってしまいました。そのことある人に相談したら、最低のやつだって言われ、ショックを受け、反省もしてるし、後悔もしてるし、自分に生かして何度もその言葉を思い出して苦しいです。別に最低ではないと思いますよ。 えっと、要は、あの、自分が振られたということを、相手を傷つける目的だというふうに、自分の中で勝手に置き換えて、自分の心を守ったっていうところを誰かに説明したら、いやいや、それって悪いんじゃないって言われたってわけで、別に好きな人に誘って断られましたっていうだけで、相手を傷つけようとしたみたいな、なんか変な、その、理由をつけて自分を正当化する必要ないと思うんですよね。なので、あの、素直に。 あの告白したら振られましたって話でいいんじゃないかなと思います。えー、兄弟のスパコンデータ消去についてあ、知らないです、その話。なんかそういうのあったんですか、えー。日本から大学も出てきて、その後もジャポンで生活する計画を持っています。しかし私は男なので軍隊に、軍隊にも行ってこなければならず、外国人として日本で就職活動することについても心配が多いです。韓国の方ですね。 何かしておけばいいのか、日常生活についてアドバイスしてくれるだけのものがありましたらお願いします。ちなみに工学系で先行しようとしています。えっと、まあ、あの、日本の大学にいるのであれば全然いいと思うんですけど、ただ、あの、結構その、 あの、韓国の場合に戻ると、その徴兵ちゃんとやってない人の、なんかあのポジションが悪い問題っていうのがあったりするので、なのであの、韓国に戻って、あの、それなりのポジションに行くっていうのは結構難しいということになる気がするんで、もしその本、将来的に韓国に戻って、その出世をされるのであれば、徴兵のには従った方がいいんじゃないかなと思いますけども、 まあちなみにあの日本生活についてのアドバイスでいくとあの大久保近辺に行くとあの韓国語のメニューだと安いんですけど日本語のメニューで頼むと高いっていう店があったりするのでなのであのメニューを出してもらうときに韓国語で話しかけると安いメニューが出てきたりする店があったりしますよ えー、旦那が卓球にハマってしまいました。29歳新婚女です。29歳旦那が卓球にハマり週2回練習にかけます。また5000円以上かけて毎週のように用語を私に隠れて買い替えています。卓球 YouTuber の動画を流しながらベッドで寝る彼に投資さを感じますが、出費をもう少し抑え練習も週1回にしらいたいです。どうしたら説得できますかえっと、別に5000円だから、月2万円のお小遣いは別にちゃんと働いて稼いでるんだったらいいんじゃないですか で、あの、新婚でまだ子供がいないんだったら週に2回ぐらいは。要はその1週間5日間で働いて、で2日間ぐらい自分の自由な時間で好きなことやるっていうのは許してあげた方がいいと思いますよ。人生長いんで。 要はその、あの、5日間働いて、で、その、たった1日しか卓球しちゃいけませんっていうと、その人の人生って、その本当になんか自分が好きなも,ものじゃないですよ、仕事だったりとか、それ以外のものに、こう、あの、人生のほとんどの時間を費やすっていうことになっちゃうわけじゃないですか。で、それが進行の段階で、あとじゃあ40年、50年続きますって言われたら、なんか嫌だなって気持ちになると思うので、 で、要はその旦那さんに週2日じゃなくて減らしてほしいっていうのは、その自分の欲望じゃないですか。で、その奥さんがじゃあこれしてって言われたら奥さんも嫌だと思うんですよね。なので週に2日ぐらいは自分の好きなことをするっていう時間をお互いに持ってた方がいいと思いますけど。 えー、類はとも呼ぶと言いますが、例えば、超モテるコミュ力お化けのイケメンの友達がいたら、自分のいい影響があったりするものですかはい。えー、自分の間合恋愛面で相談に乗ってもらい、本気で彼女欲しいくらいなり、いくらでも紹介したり、安くずれておりました。あの、イケメンの友達がいると、その周りに、あの、なんか異性がいっぱいいたりするので、で、コンパとかがあったりすると、割とあの、いい思いができるっていうのがあったりすることがあるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、ちょっとあの、オートフォーカスがボケたので直します。すいません。 あの年末がだいたい気温がなんかあの1度、2度とか3度とかそういう感じで、あの、ール直前ぐらいのものだったんですけど、なんか今12度、13度とか、なんか10度ぐらい上がってて、割と暖かいんですよね、昨今。仮想通貨は今後も上がりますか上がると思います。あの、今、まあアメリカドルだったりとか、あの、結構いろんな通貨が、あの、のインフレで値段が上がってたりするので、仮想通貨も上がるんじゃないかなと思います。 えー、無能。二十三歳、二年目。小学校教師です、社会経営をつまんつまないまま、大卒で教師になりました。今更、民間に見ることはできないので、このまま教師を続けることを前提に、見つけるべきスキルや意識すべき振る舞いなど、ありますでしょうか？えーとまあ、普通に学校の先生の,その、ちゃんとその学校の先生として評価されていて、若くて出世している人っていうのを見て、その人の真似すればいいんじゃないかなと思いますけど。 あの部活を頑張るよりは結構その資格だったりとかのあのテストをちゃんとやったほうがいいっていう説もありますよ、ねえー。毎年1月2日に誰かに追われたり殺されそうな夢を見ます。汗びっしょりカフライしんどいです。今後このような夢を見ないようにするための対策はありますか ?1 月2日に寝なければいいんじゃないですかね。徹夜すればいいんじゃないかなと思います。 30代女です。感情切り離して合理的に行動することを教えてください。例えば、毒親とは関係を切るようなことは感情的に難しい人も多いと思います。最優先事項を決めて、それ以外バッサリ切ることでしょうか。えっと、あの、やらないことを、あの、文字で書いて壁に貼っといてください。例えば、その、毒用から、親から電話が来ても直切りするとか、あの、電話番号をその、あの着信拒否に入れるとか、その、こうすれば連絡しなくて済むよねっていうのをちゃんと文字化して見えるように貼っといてください。 要は、その、あの、自分の意思が弱いのであれば、その壁に書いてある文字だったりとか、なんか一緒に住んでる人に手、手助けしてもらうとか、その自分の意思以外で、あの、なんかある程度行動が抑制されるような、あの、生活をするといいんじゃないかなと思います。<laughs> えっと、あの、<laughs> じゃあそろそろ終わります。すいません。 22歳、キャバクラだっというものですし、4ヶ月前にお店で出会った29歳、バッツイチコモション男性と仲良くしています。ですが、私のメンヘラな部分や相手の不倫で最近離婚したことを、ん最近離婚したことを理由に付き合わないと言われています。ですが、好きとは言うし、やることはやるし、一生の時間はいつも過ごしています。どうしたらいいと、ひろゆきさん思いますかえっと、あの、け、その、相手の方と結婚したいんですかそうじゃなかったら、別に楽しく過ごし続けるだけでいいと思いますけど。 で、まだ22歳で人生いろいろあると思うので、下手になんかその結婚とかを踏み切る必要もないと思うので、なので楽しい時間を2、3年過ごし続ければいいんじゃないでしょうか。で、25ぐらいになってからどうするべきか、決めたらいいんじゃないかなと思いますけど。そこかか会は日蓮の仏教でいう成仏することを人間革命とイコールに置き換えて仕事も頑張って善良で有能な人になれ、 的な競技だと最近知りました。何もない弱者が幸せになるにはそういう向上心とか生命力とかって本当に必要なんでしょうか えっと、幸せになるかどうかと向上心って結構微妙なところがあって、あの、向上心がある人の方が何らかの成果を上げる可能性が高いんですけど、あの、向上心があるけれども無能っていう人が世の中にいて、なのでなんか、俺は頑張りたいって言って一生懸命頑張ってるんだけど、成果が全く上がらないっていう時に、その、これだけ努力しても報われないんだっていうことで、その絶望が大きくなっちゃったりするんですよね。 なので、あの、優秀な人が向上心を持つことはすごくいいことなんですけど、あの、無能が向上心を持つと、絶望の幅が広がるだけなんですよ。例えば僕の知り合いの死んだ坂田梅をしてる性格の悪いデブのおっさんとかが、俺ジャニーズに入りたいと言って、なんか一生懸命努力したとしても、もう40過ぎてる100キロ超えたデブなんてジャニーズ事務所はいらないわけですよ。でもそこで向上心を持って一生懸命頑張ったとしても、いやいやいらねえからっていうだけで答えは変わらないじゃないですか。 なので、その、向上心というのが、その、いつもいい方向に行くかというと、そういうことでもないんじゃないかなと思いますけど。えー、明けましておめでとうございます。14歳学生です。2、3ヶ月前、担任の教師に殴られました。それから、もう、9時半まで居残りをさせられたり、頭を向きでたたかれたなとしました。えー、それから、不登校気味になり、今はされてないのですが、鬱になったり、殺人未遂を何回もしたりと、精神的にも限界です。訴えようと家族でなるんですが、証拠がありません。どうしたらいいでしょうか。えっと、承認になってくれる、あの、他の生徒を探してみてください。 では先生のが殴ったのを見ましたっていう人がいればその証言も証拠と同じ扱いになるので、えー、政府が新しい資本主義実現会議を組織しましたが国の機関に資本主義と <laughs> 名打たれたのが印象的でした、えー、自由主義運営が自ら資本主義を名乗ることあまりなかったように思います資本主義が危機に瀕しており共産主義のようなイデオロイ化を進んでいくのでしょうか、えっと何も考えてないだけだと思います はそは資本主義がある程度煮詰まってしまったよねっていう説があってだからそれを変えなきゃいけないっていうふうに思い込んでる頭の悪い人がいるんですけどあの結果のところそのまあその。 昔の人たちが思ってる資本主義と、あの、で、こうやってみんな幸せになるはずなんだと思ったけど、実際問題幸せになってない人が結構いるよねと。で、それは別に資本主義の問題ではなくて、あの、割とその、あの、その社会だったり政治の仕組みの問題だったりするので、なので、あの、資本主義を変えようっていうふうにして、なんかその本来のも、そのなんか、問題からを目をそ、目をそらすっていう、そういうだけの足なので、真面目に考えるだけ無駄なんじゃないかなと思います。 最近そのあのマルクス主義者の方の本が売れたりとかもあるみたいですけども、あれもなんか目をそらしてるだけで、別にじゃあその社会主義にしたらうまくいくのかっていうと、社会主義にしているロシアを崩壊して、で、あの中国って社会主義っていう名前はついていますけど、日本よりも資本主義なんで,で、あとキューバぐらいしか社会主義って残ってないよねって、あと北朝鮮か。っていうのを見れば、あの社会主義がうまくいかないのは既に証明済みだと僕は思ってます。 えー、ホームレスやボロボロの人を見ると、私がどうにかしなきゃと勝手に同情してしまいます。この、えっ、ー、と、偽善的な気持ちを解消するにはどうしたらいいでしょうか助ければいいんじゃない同情することで自分の方が立場が上というような気持ちもあり、人にも簡単に言えるものなものじゃないので、向き合い方を教えてください。えー、考えたくなくても考えてしまいます。えっ、ー、と、考えるだけじゃなくて行動を伴えばいいんじゃないかなと思います。要は、その何か困ってることありますかって聞いてみるいんじゃないですか あの考えてるだけでやってないから多分そのなんかモヤモヤしていてそのなんか40過ぎたビール飲んでるおっさんに相談してるんだと思うんですけどあの行動してると多分そんな相談をする暇もお金もないんじゃないかなと思います、えー、次大3年文系学生です国立大学院士を受けるか就活に力を入れるかもやっていますゆるくさんが今次大文系3年生ならばどちらを選びますか えっと、なんかその、それなりに優秀で、就活でいいところ入れるんだったらいいんですけど、まあ、入れるかどうかだけ試してみて、ダメそうだったら、院に行けばいいんじゃないかなと思いますけど。あ、お年玉ありがとうございます。えー、発達障害シングルマザー、弁と申します。私は物事を映像で記憶します。学校のテストや試験などは映像記憶で何とか切り抜けてきました。質問です。えー、定期発達の人は記憶を映像化しないときました。もしそうだったら、どうやって昔の記憶を思い出すんのですかえっ、ー、と、僕はほとんど映像記憶がないんですけど、 で、あの、絵が細かい絵になってなくて、その抽象的なふわふわしたものが頭にいるかぶんですよね。だから僕、人の顔を思い浮かべられないんですよ。あの、人の顔がちゃんと記憶できないので。なので、あの、イメージでいくと、例えば JPEG っていう画像あるじゃないですか。で、あれをその、あの、画像サイズを変えると、どんどんあの劣化してって、なんかモザイク調になるんですけど、あんな感じでしか僕、人の顔って記憶できないんですよ。なので、その、 この人はじゃあ山本さんだとか田中さんだっていうのは、その夢の中でも、もう最初からこの人は山,山本さんですっていう形で、そのモザイク状のものが出て、で、この人は田中さんですってモザイク状のものが出てくるっていう感じで、なのでその映像の詳細って僕わからないままなんですよね。ただそのもうあの山本さん田中さんって脳の中でははっきりしてるので、そう思い込んでるっていうだけで、そんな感じであの画像の記憶を僕ほとんど脳に貯めないようになってるんですよね。 なので、あの、人の顔を見ても本当に覚えられないんで、はい。顔と名前よく間違えてます。えー、以前、ひろゆきさんが詐欺師を論破する番組をやっていて、そこから気になった話ですが、騙し取られたお金は何に使われますかえっと、僕が騙したわけではないので、あの、何に使ったかは、あの、僕に聞いてもわかりません。はい。 えー、27歳女です。大人のお店で出会い、39歳男性と関係を持っています。グレーな関係が2ヶ月ほど続いています。旅行費やお食事などすべて出してくれます。目の前で普通にスマホを見ますし、通話もしてますので、既婚者ではなっておりますが、単には遊びでしょうか私は単純に居心地が良くて一緒にいます。えっ、ー、と、本人に聞いてみてください。別にあの、既婚者だったとしても、別にあの、その隠すことはいくらでもできるので、あの、携帯2個持つとかね。なので、あの、本人に素直に聞く方が早い,いんじゃないかなと思います。 え、YouTube の録画配信で来た質問に対して的確な答えを出してますが、なぜそのような的確な答えを出せるのですかまたそのような知識はどっから手に入れますかえ、最後に逆にひろゆかさんが知らない知識はありますかえっと、基本的には、あの、これ録画でやってるので、あの、質問を読んだ後に停止して、ググって、ィキペディアとかに書いてあることを言っているっていう、そういう状態です。ひろゆかさんっていうのは僕じゃないので、ひろゆかさんに聞いてみてください。 えー、先日のアペプラでお世話になりましたパパアハットリです。あ、あざす。おかげさまでフォロワーが一屋で800万人ほど増えましたあ。おめでとうございます。えー、今後もパパアニューギレの漫画をだらだら描こうと思っているんですが、ひろゆきさんがパパのことで知りたい漫画にしてほしいっていうのがありますが、えっと、一食い族がいるかどうかですね。 今月の出資大すありがとうございます。えっ、ー、と、さっき、偽善的な気持ちの解消を相談したものです。えー、なんとか声をかけたりしましたが、断られてしまい、それ以降、声をかけること自体が可愛いです。えっ、ー、と、断られたということは、その人別に困ってなくて、そのホームレスである状態っていうのが、別にあの、誰かに助けてほしいと思ってないってことなので、気にしなくていいんじゃないですか。では、その、助けなきゃいけないと思ってて、助けてないっていうのが、もやもやすると思うんですけど、助けなきゃいけないと思って話しかけたら、いや、俺別に助けとかいらねえしっていうのであれば、それは別に助けがいらない人だったっていうことなので、 何の問題もなかったよねーっていう話だと思うので。なので、そんな感じで、あの、いろんな人の話しかけて、多分、あの、たまにその、これ助けてほしいんだよねーっていう人が出てくると思うので、その場合助けてあげればいいんじゃないかなと思います。というわけで、ちょっと、あの、こっちの放送の方は一回止めて、あの、テスト放送の方に移動しようと思うんですけど、あの、チャット欄のこちらが本テスト用ですっていうところをクリックしていただけると、そちらに飛ぶので、と思ったら、あ、じゃあ、これ、これをこのスマイで最後にします。 えー、私は公立高校で数学教授をしています。えっ、ー、と、勉強の必要性などを自分なりに考え、生徒たちに伝えるよう努力をしています。結果、担任しているクラス全体の標定の平均が4.0を達成しました。 え、しかし性格上自分が生徒のためになると思ったことを勝手に進めてしまいます。え、そのせいで特に管理職からの評価が低く、昇格支援を持ち続けています。その中でより生徒のために活躍するにはどんな名前で持って仕事をしけばいいと思いますかえっと、多分5年ぐらい続けていくと、あの、ちゃんとその進学してるよねっていうので、数字で説得力が出てくると思うんですよね。あの、まだ若いので、その、そこまでその数字が要はたまたまでしょうとか、あの、今年は生徒が良かったね、みたいな話。 なっちゃうかもしれないので、なのであのであそれを長期的に続けるっていうので、ただ学校内でそれでも許可されないのであれば、あの塾とかに行ったほうが幸せになるかもしれないですね。えっと、40歳でカナダに住んでいて、ボーイフレンドが24歳だけど、別れたんですけど、えっ、ー、と、結婚を諦める必要が20代のうちありますか。えっ、ー、と 20代の人たちと一緒につ、なんか、時間使ってる方が楽しいですっていうのが、カナダの人で来るんですけど、あの、その20代の人と楽しんでる、えっとね、このマイボーイフレンドっていうのが、男性が男性に対してマイボーイフレンドっていうのっての言ってるのであれば、好きにすればいいと思うんですよ。要はその、あの、ゲイの人って別に、あの、年齢差がある人たち同士での付き合いとかも全然あるので、別にモテるんだったら好きにすればいいんじゃないのと思うんですけど、あの、 女性が20代の男性と遊んでる方が楽しいよねって言ってるのって単にあの金持ってるっていうのとあとアジア系の人なので若く見られるから実体の年齢が分かってないから遊んでくれてるだけでじゃあ結婚という話になった時に40ってなるとあれ ってなっちゃううと思うので、なのであの本当に結婚したいのであれば、さっさと,と同じぐらいの年齢の結婚的利益の人と付き合うようにした方がいいと思いますよ。まあ、その40年も全然いいっすっていう人がいるんだったらいいと思いますけど。えー、ユタポンが学校に行くいかなあ、これ読んで説明、ね、すみません。 えっと広野さんこんばんは何度もすいませんえー、先ほど転職の相談をした社長さん男性です独身です転職の過程で先月の給料明細と昨年の給与帳証を提出せてその情報をもとに転職時の給料が考慮されらりますまた入社後入社がバレた時は主義化のため解雇の危険の可能性があるような気がします上位手はありますでしょうかえっとバレませんまずあのえっと嘘がバレるってあの嘘であるという証明が必要なんですよねで給与明細がないというのはその自分が言ったことが正しいという証明ができないな。 っていうだけけなんですけどただまあ、使用期間の場合であれば、どんな理由をつけても首にすることはできるので、なので、あの、それであれば首になる可能性あるんですけど、ただまあ、ちゃんと仕事してれば、なかなかその給与明細がなくなったぐらいで首にすることはないと思うんですよね。で、給与明細が出てこないということで首にするというのであれば、多分それは給与明細が出なかったということより、その、 えっと、求められてる役割をこなせていないので、あなたはこの会社にいてほしくないですっていう多分実態の方の話なんじゃないかなと思います。 26歳女性です。付き合ってる男性が今までで一番全ての相性が良く結婚したら楽しいであるのと思えるうです,です。しかし、事務員室をラクターであまり稼ぎが良くなく自分も保育くして収入です。えー、これまで高収入だけど、グズな男性に振り回されてきた人生だとて今の良性がとても楽しいです。出会いもないです。こんなに性格のな人は今後いないんじゃないかと思ってます。愛があってもちょっとお金がない結婚しようと思いますかはい、思います。あの、僕が住んでいた霧ヶ丘団地っていうところが、 あのシングルマザーだと団地住みやすいんですよ。で、シングルマザーで生活保護をもらっていて、で、旦那さんも旦那さんで生活保護をもらっていて、で、ただ同居してるんですよ。で、旦那さんも生活保護をもらって団地に住んでいて、で、奥さんと子供は団地に住んでるんですよ。で、この旦那さんは、ここで同居していて、空いた部屋を知り合いに貸すんですよ。 そうすると、生活をこう、偽帯分が入って、さらに知り合いに男女を貸してるので、お小遣いが入るっていうので、めちゃめちゃ幸せな家庭になってたんですけど、っていうのが、あの、僕の住んでる地域では当たり前に行われていたんですよね。っていうのがあるので、あの、日本っていい国なので、いろんなシステムを使えば、あの、その、なんか、すごい裕福な生活をしようとすると、なかなか難しいんですけど、あの、普通になんかあの、生活をする分には、それなりに、あの、いいお金をもらえるような仕組みっていうのがあったりするので、そんな感じで幸せに暮らせばいいんじゃないかなと思います。 えー、来年度から社会人の学生です。東京・丸の内に勤務するために1人暮らしの家を探しています。後半日本橋区曝露町です。家賃12万円、オフィスまでとこ15分の日本橋物件か、家賃10万円、オフィスまで電車で2駅のどちらがいいと思いますか。その他の条件マドリア地区年数など、ほぼ同じです。初任給は10万円です。で僕だったら徒歩15分に済みますね。あの電車に乗らないで暮らせるっていうところのストレスって全然違うんですよね。まあ 電車大好きですとか、バイン電車でなんか、他人がくっついてることにストレスを感じませんっていう人だったりするんですけど、やっぱりその、周りに他人がいて、その、パーソナルスペースが侵害されることって、ストレスになる人の方が多いんですよ。多分9割以上の人はストレスになると思うんですよね。なので、電車に乗らなくていいっていうだけで、だいぶ朝のストレスが減るんですよね。家帰るのストレスもね。なので、それがたったその2万円の差だったら、僕はその、電車に乗らなくていい生活を選ぶんじゃないかなと思います。 えー、市町村ごとに設置されている観光協会についてと思いますか、ほぼ補助金で運用されていて、存在意義が疑問質されてますが、とはいえね、お客さんを増やしてなんとかしたいと思うと、とりあえず観光協会作んなきゃいけないよねってなっちゃうんですよね。なので、あの優秀な観光協会と無能な観光協会がいて、でそこは結局、そのやる気のある人がいるかどうかってところによるので、なんで、もうやる気のある職員をいかに集めるかっていうところで考えればいいんじゃないかなと思います。 その、観光協会があることによって必ずうまくいくわけではないんですけど、大体うまくいっている観光地って観光協会あるんですよ。なので、あの、うん、本当にちゃんとやりたいのであれば、きちんとやったほうがいいんじゃないかなと思います。えー、小児と2歳の母です。子供を読書好きにするにはどうすればいいでしょうかひろゆきさん、お母様から幼少期へ本の読み活をしてもらってましたか地域的なことはお母様もされてましたでしょうか小学校低学年の時にどのような教育の取り組みもされてたか教えてください。 えっと、あの、他のエンターテインメントをすべて隠してください。あの、本しかないっていう時間を1時間ぐらい作って、で、まあ、暇だったらじゃあ本一緒に読むっていう形で、その本を読むっていう習慣をつけるといいんじゃないかなと思います。で、僕、子供の頃は図書館に通うというのが、なんか、割となんかその習慣化していたんですよね。 北区の図書館の場合って2週間借りれるんですけど、で、2週間借りて返しに行くと、また2冊借りて、また2週間後に返すみたいな。っていう、その2週間本を借りて返すっていうのをぐるぐる回してたんですけど、で、なんかそれが割と義務化していて、別に漫画を借りてもよかったんですよね。だからサザエさんとか読むこともあったんですけど、とえサザエさんとか読み終わると、なんか結果としてそのブルーバックスとか、割とその、なんか自分が面白いと思うタイプの本を借りるようになるので、 なので結果として割と普通に本を読む生活になってしまったってなりますね、えー、金融の営業管理職です部下に時短勤務職の妊婦2人通常の時短勤務者2人過去子供の大量不良で休みがちあまりやる気のない年上の部下などとても目標の数字をクリアできる状況ありませんゆるくさんならどのようにマネジメントしていきますか、えっと、マネジメントの権限を上司にもらえますね その昇級なり、もしくはその罰金っていうか、まああのそのなんか何らかしらペナルティなり、その自分の命令に聞かないんだったら困るという状況のアメトムチをもらわないと、これ、目標数字作れませんよって言って、そこらへの権限もらって、割と厳しめにやるんじゃないですかね。えー、営業しています、ADHD か LD の大人です。帰宅しても仕事モードの頭を切り替えれず、心の映画がなくパートナー周り、嫌だ。 人間になってしまいます、えー。何か頭を切り替える方法なんてありませんかビールを飲む。割とあの、アルコールを飲むと人って人格変わるんで、あとあの、ストレスが高い人はアルコールを飲むとストレッチが下がったりするので、なので、あの、その、薬物を使ってストレスを下げるっていう、チートをするといいんじゃないかなと思います。あ、というわけで、そろそろ終わります。そっか、そろそろ終わるって言って、この終わるやつを出さなきゃいけないんだ。こんな感じでやってましたね。はい。 駒井博之さん、鉄道のことでちょこちょこスパチャを投げてるもんです。ずっと鉄道事故のことが興味があり調べてますが、10年以上前に JR 西日本の尼崎の脱線事故がすごく印象に残っています。最近 JR 東日本は山手線で試験的に自動運転を行っています。運転者がいなくなっても事故とは起こると思われますかはい。また博之さんが印象に残っている鉄道関係の事故とかありますかまあ尼崎のやつあのマンションに車両が突っ込んで、確かその、えっ、ー、とね、先頭2両かなんかがつ つっんでて、で、ニュースで動画が流れた時に、電車が1両なくなってるっていう話になったんですよね。要はその、マンションに突っ込んでる車両があるけど、あれこれ、6両編成なのに5両しかなくね ?1 両なくなってねみたいなのがあったんですけど、その、マンションのと、その電車の1両目が挟んで潰れちゃったんだったかな で、結果として、その一両の存在が見えなかったっていうのがあって、要はその、電車ってその毎日ずっと動き続けて大量の人間が乗ってて、その、そんな危険なものだというふうに人は思ってなかったんですよね。でも、やっぱりその、 まあ、たまたまそのあれ風が強かったんだっけなんかでその脱線してしまってそうするとその,あの本来はそれくらいの事故が起こってとんでもないことになるよねっていう電車なんだよねっていうのをなんかやっぱり忘れてた部分があると思うのででやっぱ他の国に比べると日本って事故ほんと少ないんですよね。福知山線、はい なので、そういう意味でいくと、その、危険なものだし、自動運転にしようと、やっぱりその、あの、あの、一個の要因で事故が起こることはないんですけど、三つの要因がたまたま重なったりとかってなると、やっぱり事故が起きてしまうっていうのもあったりするので、そのカーブのスピードがしいぎだったんだっけなんか遅れてて、とかだったっけ えー、先ほどの51歳契約社員です。労災ではないと思っています。うち病で障害年金を受給しているので、傷病手当はもらえないです。えー、仕事業手当を税金のため、すぐ受給する方が現実則と思いますのは。仕事がやりがいがあったためだけに辞めるのをためらっています。正直、タクシーに続きは辛いです。でも、いきなり辞めても大丈夫でしょうか えっと、あの、労災に行けるかどうかはトライしてみた方がいいと思いますよ。で、あの、それで労災に降りないのであれば、リモートで給料下がってもいいからやらせてもらえませんかっていうので、家からできるようにすると、ひょっとしたら今の仕事続けられるかもしれないので、どうせ辞めるんだったら、ダメ元で一回その、リモートっていう話をしてみるといいんじゃないですか えー、新人看護師です。業務の多忙さえ命のプレッシャーを理由に部署移動上司と相談しているところ、適応障害の診断書をもらい、2週間休職を一時的に管理職局所属となり、他部署を援助という形で働かせてもらっています。他部署は時間の余裕はありますが、一人の新地への集中的な厳しい指導があったり、フォローが下がったりと、嫌な部分が見えてきて元の部署に帰りたくなってしまいました。どうすればいいでしょうか。まあ、とりあえず、休職をだらだら続けて、その働かなくていい状態はもうちょっと楽しんだ方がいいと思うんですよね。 でまあどうしても働かなきゃいけないんだったら、やっぱり元の部署がいいですっていうのを上司の人に言うっていうのでいいんじゃないでしょうか。えー、32歳男性です。5年前に働きすぎて鬱になり、そこから体重が60キロ上でて120キロ乗ってしまいました。仕事はしてますが、うつと体重増加により腰痛から損んでいるのがしんどく、週2日勤務のところ、月2日しか働けません。月2日なんだ、すごいっすね。まずは何をすれば生活が改善するでしょうか。理想痩せて週5出勤ができるようになりたいです。 えっと、あの、家にある食べ物をすべて捨ててください。で、えっと、野菜ジュースだけ買ってきて、あの、一週間ぐらい野菜ジュースだけで暮らしてください。あの、月二2回しか働いてないってことは別に外出なくていいと思うので、なので、あの、食べ物を食べないっていうのをすると人は痩せます。あの、で、あの、現金もしあるんだったら全部定期預金に入れておろせないようにしてください。で、クレジットカードもハサミで切ってください。 でそうするとあの食べたくても飯が食えなくなるので結果として痩せます、えー。ファッション系出版社勤務の今年三十女です。えー、それなりに持てますがいわゆるダメ男製造機です。一人が好きですが親や周りの圧力が目と言われることに対して気になり周りに嫌な態度を取りそうになったり自分嫌なので結婚したいなと思ってます。結婚相手を見極めるコツを教えてください。えっと出版社とかそのなんかあのメディア系とかに勤めてる人って。 あの目が肥えすぎちゃうので、結果として結婚遅くなるんですよね。で、あの、まあ、見た目がいい人とかで、スペックが高い人を選んで、結果としてダメ男に引っかかるっていうパターンになってると思うので、なので、あの、大学の時のなんか同級生とかとコンパとかしてそこら辺から見つけた方がいいんじゃないでしょうか。 えっとアスペ25歳女性公務員です。無能で居場所がありません。安定した職場でいいのですが、定職考えています、えー。アスペに向いているおすすめの業種は職者ありますかそのままの方がいいは今回なしでお願いします。公務員を辞めてしまうと、その病気持ちの人ってなかなか厳しいんですよね。なので、あの散策みたいな形で今の公務員の仕事をしながら、準公務員みたいな形であの給料をもらえるような仕事っていうのを紹介してもらう方がいいと思いますよ。 あの、その安定した職場なんですけど、それでなんかそのアスペに向いてるのがいいよね、みたいなのでやってみて、向いてなかったとかになった時に、もういきなり無職アスペになっちゃうんですよ。なので、そこらのリスクを考えると、もうちょっとなんか、あの、その安全策で生きた方がいいし、まあ、そこの、なんか冒険してもいいんだっていうのであれば、生活保護を取るっていう方がよっぽど場所なんじゃないかなと思いますけど。 えー、独身コミュ障で友達でろ彼女いない歴イコール年齢の、えー、高卒で通貨1ペソかと思うほどの低収入オンゴールするほど運動音痴で先進的にもえずらめをはげ散らかしていますどうすれば挽回できますか生活保護を取れば多分そのあのコミュ障で面白くもないから多分もう異性と付き合うのは無理だと思うんですよねで そんなにお金もなくて頭悪いってなると、多分社会で人と携わったとして、例えばじゃ会社で働いたとしても、自分より優秀な人とかモテそうな人とか、なんかで、そこがなんか付き合ってるとかで、なんか嫉妬の心がメラメラと、みたいな感じで、多分幸せにならないと思うんですよね。で、働いても大して能力高くないので、大その給料もらえないのであれば、もう素直に生活保護で、 なんか、だらだら暮らして、なんか、こいつら、こう、イケメンとかだけど、働いて税金払って、総税金で俺食ってるから、俺の方がポジション上だよねっていう感じで、勇敢階級として、貴族としての生活をすればいいんじゃないかなと思います。というわけで、すみません、なんか、ちょっとバタバタとしてますけれども、えっ、ー、と、子供の権利を守る会、全国学校ハラスメント被害者連絡会の方、メッセージがありませんでした。 ちょっとバタバタしますけど今日はこんなところにしようと思います。お疲れ様でした。